若松城。若松城は福島県藍津若松市大手町にあった日本の城である。地元では鶴ヶ城と呼ばれるが、同盟の城が他にあるため、地元以外では藍津若松城と呼ばれることが多い。文献では黒川城、または藍津城とされることもある。国の史跡としては若松城との名称で指定されている。若松城は,は式の平山城で、 本丸を中心に、西出丸、北出丸、二の丸、三の丸が周囲に配置されていた。城下町の南端に位置し、藍津藩の成長として、藍津の政治の中心であった。藩主の藍津松平家は、徳川将軍家と密接な関係にあり、幕末には、母親戦争の激戦地となった。現在、城跡は、鶴ヶ城公園となっており、そのほとんどが、 国の史跡に指定されている。史跡外の3の丸跡には、陸上競技場、市営プール及び福島県立博物館がある。天守閣は、鉄筋コンクリートで外観復元され、内部は、若町城天守閣郷土博物館となっている。百八十四年、南朝、元中元年、北朝、四徳元年、足名市七大当主の足名直盛が、織田垣の館、 または、東、黒川館という館を作ったのが、若松城の始まりとされる。諸説あるが、遅くとも15世紀半ばまでには、黒川城、または、小高城とその城下が成立していた。以後、代々足なしの城であった。戦国時代中高期には、足なし中高の祖、森治が出て、黒川城を中心に、広大な半島を築いた。1589年。 天正17年、足なしと連年戦いを繰り返していた、伊達政宗は、豊臣秀吉の制止を無視して、足な義弘を攻め、足なしを滅ぼし黒川城を手にした。しかし、政宗は1590年、天正18年に、秀吉に侵入し、合図を召し上げられた。代わって、黒川城に入ったのは、賀茂宇治里で、1592年。 文禄元年より大名にふさわしい金星城郭に改造し城下町を整備した。宇治里は町の名を黒川から若松へと改め、加茂群流の縄張りによる城づくりを行った。なお、若松の名は出身地の日野城、中野城に近いうまみ、岡渡向神社、現在の滋賀県加茂群日野町村井にある神社、賀茂氏の宇治神の参道周辺にあった。 若松の森に由来し、同じ区領土であった松坂の松という一文字もこの松に由来すると言われている。1593年、文禄2年、暴露型七五55回地下2回とも、また七恵には何段にも重なるの意味もあるの天守が竣工し、名は鶴ヶ城に改められた。近年の発掘調査で、加納時代の石垣の規定部が確認され、阿部見瓦、野木丸瓦、 宇河原、ら、木平ひ鬼がわの一部に金箔が貼られたものが出土している。1598年、慶長三年、宇治里との子、秀行は、家中騒動のために九十二万国から十八万国に、下げられ下屋国うつの宮に移法された。越後国春日山より、上杉影勝が百二十万国で入法。年、慶長年、徳川康は、 関ヶ原の戦いで西軍に加担した継承を三十万国に下げ、出羽国米沢に違法した。翌1601年、慶長六年には、賀茂秀行が再び入場したが、1627年、寛永四年、着難の忠里に死死がなく、没したため、秀行の次男、忠友が公子となり、伊予国松山に違法された。代わって、伊予松山より、 加藤義明が入法。この秋成は、西で丸、北で丸などの増築を行い、1611年、慶長16年に起きた藍津地震により倒壊した、天守を今日見られる相当型天守に組み直させている。1643年、寛永20年、加藤秋成は改役され、出羽国山形より三大将軍、徳川家光の所定である。 星名正幸が二十三万国で入法。以後、明治維新まで、合図松、平家、星名氏から改名の居城となった。1868年、慶応四年、母親戦争の戦闘の一つである合図戦争にて、合図勢の立てこもる若松城は新政府軍に包囲され砲撃を受けた。一ヶ月の間持ちこたえたが、降伏し解除した。戦後、 天使を含む多くの建造物の痛みは激しかったが、修復は行われず、しばらく放置された後、解体された夏季三章、下記参照。1868年、明治元年9月に開場をすると新政府軍に引き渡され、兵部省の所管となり、仙台賃貸が管理した。翌年には、藍津藩に代わって、若松県が発足し県庁を、城内の建物に置いたため、 若松県が城の管理を委任された。1872年、明治5年に、パリ外国選挙会のマロン神父、寺院、マリエ・マリンとスイス人で、横浜恐竜地で、ギーと輸出所を営み、デンマーク領事も兼ねていたエドワールド・バビエ、エジュアーディ・ボベジェラが、養蚕視察のため、函館から横浜まで旅行をし、若松城に立ち寄った。その時、バビエラに雇われ、 旅行に同行した日本神社新士が撮影したのが今に残る取り壊し前の若松城の古写真である。この旅行記は函館から横浜までの旅としてフランス語で出版された。1873年、明治六年一月、明治政府による全国城郭尊拝の処分並み平一等線、定方廃条令により尊上処分と決定、すなわち陸軍省の財産に 決定された。同年12月には、旧若松城廃棄の義につけ権限により、若松県御礼、沢監督から政府に、城郭建造物の取り壊しが権限された。1874年、明治7年1月には、旧若松城は、永所建築の場所であるので、石垣や立樹等を除き、旧来の建物で必要ない、ものは取り壊し払い下げすべく取り計らうこと。 陸軍省から仙台賃台へ通るとされ、同年までに天守をはじめとする建造物はすべて解体された。本丸にあった矢倉の一つである五三階は、上記権限以前の1870年、明治3年、阿弥陀寺、藍津若松市七日町に移築され、現存している。本丸の大書院の東派府の表玄関は、五三階とともに阿弥陀寺に移築され、 三階の玄関に利用されている。1890年、明治23年、明治政府による、扶養上閣中原藩主にお手払い受けを志願し及び、散財地の官長にお手受け払いを、希望するときは勾配に付せず払い渡ししを任居すの方針により、上地、約29ヘクタールの払い下げが決定。旧合図藩士、遠藤慶士は、定石を一括して保存するため、 資材2500円で払い下げを受け、旧藩主松平家に寄付した。1908年、明治41年に三の丸の東側と城外に渡り、陸軍の連帯連兵場が設置され、三の丸の一部とその堀や土塁約6ヘクタールが撤去されたが、本丸、二の丸、三の丸の一部、北で丸、西で丸及び付属する堀は残され、 現在の史跡指定部分、約23ヘクタールは保存された。1917年、大正6年には、若松市の依頼により、旧藍津藩市、白虎大使である、東京帝国大学総長の山川健二郎の、紹介で、東京帝国大学農家大学教授の本田、ダ、清六によって、若松公園設計方針が示せる、城席の近代公園化の方針が計画された。 1927年、昭和2年までには、城跡の所有者であった、旧藩主の松平家との10年符による、土地上と契約の召喚が終了し、若松市の所有となった。公園近代化の方針に基づき二の丸や、西出丸の一部の石垣等が撤去されたことにより、城跡の緊急保存を目的として、1930年、昭和5年に、 旧史跡名称天然記念物保存法の規定により、福島県によくにの史跡に仮指定され、1934年、昭和9年12月28日には、文部省国示第312号によって、本指定された。この、若松公園設計方針では、後に、史跡区域内となった、旧追手前から北で丸までの追手前に死亡場への、架橋や、 水位の異なる南町通り掘りと、九五県町合との間の土橋を撤去し、ボートレース場とする計画示されたが、実行されなかった。第二次世界大戦後、戦後の財政非常事態解決策の一環として、本丸内で、競輪場が設置されていたこともあるが1957年、昭和32年には場外に移転された。本丸は1960年、 昭和35年までには、現在の形状に復旧された。現在の天守は1965年、昭和40年に、鉄筋コンクリート作りにより、外観復興再建されたもので、内部は、若松城天守閣郷土博物館として、公開されている。1990年、平成2年に、茶室、輪郭、福島県指定重要文化財が、 本丸の元の場所に移築復元され、1993年、平成5年に、外堀跡等の外郭以降の一部が、国の史跡に追加指定された。1997年、平成9年に、史跡内の駐車場や、運動施設等を、史跡外へ移転する内容等を含む、長期的、総合的な、史跡若松城跡総合整備計画が策定された。2001年、 平成13年に本丸内の姫路櫓、星倉と南総長屋が木造で復元された。2010年、平成22年から黒瓦だった天守の屋根瓦を明治時代に解体される以前の赤瓦武器に復元する工事が行われ2011年、平成23年3月に竣工した3月の初めには大井が外され、 11日の東日本大震災後の27日にリニューアルオープン。また、本丸の古三回アグラも合わせて復元される予定である。現在の復元天守棟上にはシャチが挙げられているが、明治初年の古写真にはシャチが確認できていない。これを理由に2010年、平成22年からの改修工事に合わせて取り外すべきだという意見があった。一方、 江戸時代の絵図には、シャチが描かれているものもあり、正確なところはわからないというのが実情である。このシャチは復元工事を担当した、狭間の当時の会長より寄贈されたもので、全身の鱗は銀箔、牙は金星、瞳の中心にニカラットのダイヤモンドが埋め込まれている。同社は名古屋城天守の復元工事も受け持っており、名古屋城の金シャチと体になるように銀シャチとした。 金閣寺、銀閣寺に習ったものである。また、名古屋城復元では、金沙地の瞳にもダイヤモンドを埋め込もうとしたが、市民の猛反発を受けて断念した。合津若松城のものは、完全に寄贈品であるので、反対は起きなかった。上域が位置する大地の西端に四角。内堀を隔てて、東側に、二の丸、三の丸と続き、大地下の北側に北で丸。 西側に西で丸がある。三の丸以外の角門はマス型石垣門になっていた。主角は天守とそこから南と東に伸びる総長や多門矢倉により区分けされており、南東側の五点等を配置した区域が本丸、その北から西側を L 字に取り囲む区域が帯狂和となっている。主角のここはべて帯狂和に接続しており、 天守の下にある鉄門を経て本丸に至る。現在の縄張りは、主角の東、北、西の三方のここ真姿の外側を、前出しで防御し、その、前出しのここも、真姿とする防御プランであり、核の構成はシンプルだが相当に厳重な縄張りとなっている。もともとは東西に伸びる、絶上大地を、堀り切りで区切った連隔式の縄張りであり、 三の丸側が大手であった。後に、城下の街道の整備により大手を北側に変更し、防御のために、北と西にあった前出しを出丸として割りし、現在の縄張りとなった。現在残る城下町も、主として、城の北側に広がっている。北、西の出丸は、主角が一致する台地の下にあり、出丸を突破しようとする敵を高低差を利用して、攻撃可能となっている。 四角の矢倉は、デマルの古を、制圧可能な位置に配置されているなど、重層火力が発揮できるように考慮されており、特に大手である北デマル古は、デマル、四角帯来るは、矢倉、隣接するデマルからの射撃が集中し、その方魚の硬さから、大丸、皆殺し丸と称された、伝わっている。東側の二の丸も、前出し状のクルワであるが、 高低差を利用できないため掘り切りを水合まで掘り下げて約20メートルの高い手垣きとし、橋脇内唯一の目標廊下橋とすることで防御している。出丸を持たない本丸南側は掘りという川により、三重に防御されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。